なたという人はどうしてそこまで私の心に火をつけるのでしょうね。やめておけ、悪あがきだ。そんなやり方じゃうちのお姫様には勝てないよ。何を根拠な、にが。座席の裏側の影に爆弾が仕掛けられている。確かめてみろ。そんな、なぜこんなものが。オブジェクトは核でも破壊できない怪物兵器。エリートが裏切った時緊急停止させる安全装置だ。それが起動している。私は裏切ってなどいません。しかしベースゾーンの指揮官はそう判断した。勝てるはずの場面で動きを止めたラッシュを見てな。私はガトリング033のエリートです。こんな簡単に切り捨てられるはずが。情報同盟軍にとって重要なのはラッシュでもエリートでもない、戦略 AI ジュリエットだ。あなたのせいで私は何も悪くないのに。どうするんだ。あと数分で爆弾が爆発する。脱出装置はシートが射出座席になっています。やっぱり脱出装置と爆弾が連動するように細工されている。でも大丈夫、これなら簡単にカットできる。待ちなさい。それでは私しか脱出できません。なんとかする。でもこれは戦争だ。親切心なんてない。俺にとっては敵国のオブジェクトを無傷で露飼できるチャンスなんだ。これは一度だけだ。次にやったら敵同士、待っているのは殺し合い。いいな。でもどうして助けてくださるのですか。さっきの歌が良かったからね。お姫様には内緒にしてくれよ。敵国のエリートを見逃したなんてバレたら軍法裁判だ。よろしいですわ。取引して差し上げましょう。助かる。これは一度だけ、次に会ったら敵同士。よろしいですわね。ああ、今度あなただけのために歌って差し上げますわ。成功したみてえだな。どうにかな。コクピットに自爆装置があって、おかげでエリートがあっさり逃げてくれた。はあ、その爆弾ハンドアックスじゃねえの。これは戦争だ。親切心なんてないよ。お姫様やフローレーティアさんには黙っていてくれよ。それよりてめえはお姫様に弁解する言い訳を考えた方がいいんじゃねえか。アンジェリーナちゃんだのジュリアちゃんだのってのは誰なんだって大荒れしてるってよ。あ、なんで俺がお姫様に弁解しなくちゃいけないの。いいから早く戻ってこい。思いっきりぶん殴ってやるから。